市の湖は神奈川県足柄下郡箱箱根根町にああるる山のカルデラ湖である神奈川県南西部にある県内最大の湖で早川水系に属する二級河川でもある水源の大部分が固定からの湧き水である本来は北部から流れ出る早川の水源であるが水陸県が神奈川県側にないために 非常時を除いて足の湖から早川への放水は一切行われていない。湖畔を中心に観光名所やリゾート施設が数多く点在する観光地で富士山も望める景勝地としても知られている。近年では毎年正月に開催される東京箱根間往復大学駅伝競争のオーロゴール袋スタート地点としても知られ多くの観光客を集める。 古城には、小田急電鉄系列の箱根観光船と、伊豆箱根鉄道の足の湖遊覧船が運行されている。発着する船着き場が異なり、各系列外の割引券や、フリーパスが使えない場合がある。箱根観光船の停泊港は、桃源大港、箱根町港、元箱根港。足の湖遊覧船の停泊港は、小尻港、箱根園港。 箱根関所跡港、元箱根港である。釣り場としても足の湖は有名であり、虹マスなどのマス類や、ブラックバスなど、古くから外国産の魚類が放流されてきた歴史がある。なおブラックバスは赤星鉄馬によって1925年に日本で初めて放流されたことで知られ、バスフィッシングのメッカにも挙げられる。歴史的経緯から、 足の湖の水利権は、神奈川県にはなく、裾野市、長泉町、清水町、御殿場市で構成される、静岡県足湖水利組合にある。このため、神奈川県側では、湖水利用ができない。ただし、活水や増水などの非常時は、足の湖の水を利用できる。土木工事許認可権については、神奈川県にあるため、水門。 水道管施設の維持管理は神奈川県が担っている。また、湖岸の集落である箱根、元箱根、小尻の下水はすべて戦国現状水センターに集めて浄化した後に早川に放流しており、水質の汚濁防止策も神奈川県側が担っている。阿の湖西岸には遊歩道がある。途中、ベンチなどが置かれた場所は少ないが、 足の湖の岸辺に降りることができる場所が数箇所あり、休憩、ビューポイントとなる。特に砂田浜の砂浜は広く、最高のランチポイント。正面に広がる駒形家の展望は格別である。箱根火山のカルデラ内にある、中央加高級の一つで、清掃火山である神山が、約3000年前に、 水蒸気爆発と火災流を起こした際、山の一部が大崩壊を起こす、山大崩壊が発生。カルデラ内にあった早川をせき止めて足の湖が生まれた。天平法事元年、万刊は、箱根神社を混流した後、伝承によると、人々を苦しめていた足の湖の旧刀流を、重伏し、現在の旧刀流神社本宮を混流して、旧刀流を、 守護神として祀ったとされる。江戸時代、駿河国寸東軍新領村の名主、大場玄之城は考えように、足の湖から、箱根山の外林山を貫通するトンネルを掘ることを考えた。足の湖の水利権を持つ箱根権現者の許可を得て、江戸商人、友野洋江門の資金協力を受けて、1670年に用水路を完成させた。 この用水は、深ら用水と呼ばれ、現在は、仮野川、水系木瀬川支流の診療川となっている。また、日本を代表する用水の一つとして、農林水産省の疎水百選に選定されている。江戸時代は箱根も診療も小田原藩の領地で、あったので問題はなかったが、領地は、廃藩地検後の整理統合を経て、神奈川県と静岡県に分割され、 小尻峠が県境となった。そのため両県で水利県をめぐる争いが起きたが裁判により静岡県に水利県があるとされた。1911年後に西部参加になる足の湖ウーラン線の運行が始まった。1925年赤星鉄馬によってブラックバスが日本で初めて放流された。1950年 箱根観光船の運航が始まった。海賊船風の遊覧船を導入して人気を博し、箱根海賊船が愛称となっている。2019年10月、令和元年東日本台風により足の湖が氾濫し、港や観光施設が浸水被害を受けた。ニジマス、ブラウントラウト、ヒメマス、大口バス、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、 ワカサギ、ヤマメ、イワナオクチバス、通称、ブラックバスの天丼が特産品郷土料理として知られている。ニジマス、ワカサギの天ぷらも提供されている。ありがとうございます。